いやちょっとプライベートなこともね伺おうと思って、はい、あの代表はもうずっとあの小さい頃から野球が大好きで。そうですね、野球ですね。ちなみにあのポジションはどこだったんですか？ファーストでした。でしたね、はい、いや あまりいいですね、器用なポジションができないんです。いや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 、でもファーストって言ったらあのエラーしたら目立つとこじゃないですか。そうですね、だからいろんな球をやっぱりすくい上げるポジションなんで、今につながってます。なるほど、あの私はファーストというとやはり世界の王さん、あ王貞治ホークス会長を思い出すんですが、やっぱりあの野球というのとワンチーム頑張らなきゃいけないのはやっぱ同じような感じですよね。政治もですね。そうですね、やっぱりあの僕が野球やった一つの理由っていうのは、まあ、本当にあの仲間と一緒に、うんうん、あの一つの成果を出すスポーツですよね。もちろん一人で取り組むスポーツも素晴らしいけども、やっぱり仲間と取り組むことの達成感、これやっぱりかけがえのないもんだなと思いますね。なるほどね。ですから私は野球に例えると、はい、まあ、応援団か、まあ、あ補欠のキャッチャーかなみたいな。いやいやいや、体型的にですね、足遅いんで4番の、もう巨漢4番。いやいや、もう中軸ですよ。いやいや、中軸。いやいや、すいません、あの見かけ倒しなんで。いやいやいや、もう本当すいません。ちょっと当たればホームラン。いやいやいや、あの、ね、当たらないんですよ。当たらない。だから一応立っててフォアボール狙いかなみたいな。いやいやいや、もうそういう感じなんですけども。でも多分、はい、チームで一番の人気選手なので。いやいやいや、やっぱりそれをぜひ生かして、やっぱりチームのためにも頑張っていただきたいと思います。あのムードを盛り上げて、はい、そしてあの、まあ、いわゆる党のファンを、うん、そしてあの政治に関心を持ってもらえるようになるとですね、野球みたいにですね。だってやっぱり古賀さん、前回も本当にたくさんの県民の皆さんからあのものすごく票をいただいた。でこれは多分党を超えてやっぱりたくさんの県民票っていうのが入ったんだと思うんですよね、うんうんうん、その役割が古賀さんにはある。だからやっぱり政党を超えた広がりとか、市民の意見、そういうものを受け止められる人じゃないかなと思いますね。肝に銘じます。ありがとうございます。一方で代表になられて生活ががらりと変わられたと思うんですけど、はい、なかなかお子さんと3人のお子さんも会えないんじゃないですか？そうですね、まだ実は地元に戻れてなくてですね、もう2週間3週間会えてないですね。あの総選挙終わってからほぼ会えてないぐらいなので。ね、あのただ今は LINE で通話もできるので、いやいや、あの LINE の、 あの動画でわーっと手振って。うわ、じゃあ家庭もリモートですか今？家庭もリモートになってます。あれ、確かにそうですね。そうなんですね。まあでも子供は子供で多分学校で言われたりだとかもするでしょうから、うん、まあ、あの迷惑にならないようにあの頑張りたいなと思います。ちなみにあの差し障りなければ、はい、今何歳何歳何歳なんですか？中1、はあ、中3、うん、高2ですね。じゃあ受験のお子さんも、ね、はい、一緒です。私高3の息子がいるんです。いる、大変ですよね。いやいや、もうお察しします。もういやいやいや、でだからさっきあの古賀さんの集会で、はい、いろんなあの県民の皆さんから質問があった、はい、やっぱりその子どもの学校行事、うんうん、でこれもやっぱり政治家は決してあの無視しちゃいけないというか、うんうん、軽く扱っちゃいけない問題だと思いますよね、うんうんうん、我々もやっぱりいろんな学校行事だとかがあって、うん、そして育てられてきたわけですよね、うんうんうん、そういう子どもたちの大事な機会を、うん、まあ、あのちゃんとあの保障していくっていう温かい政治にしたいですね、うん、あそうですね、うん、あのもう何度も申し上げてますけど、私は父母子家庭でしたから、うん、特にやはりその返さなくてもいい奨学金を枠を、ね、もっともっと広げていかないといけないという思い で、そういう人たちが、若い人が政治に関心を持ってもらったらもっと応援してくれるかなみたいなんですね。そうですね、本当にあの給付型奨学金じゃないと、貸与型っていうのは学生ローンですから、うん、もう社会人になってから返さなきゃいけない、もうこれが大変だっていう声はいっぱい聞いていますし、うん、あの私たち立憲民主党は持っている政策はいっぱい若い世代を応援する政策があるので、うん、やっぱりそれをちゃんと皆様にお届けする努力が今までちょっと足りなかったかなと思っているので、うんうん、あの国会で政権与党とバシバシ戦うっていうこと以外に、若い人や普通の国民の皆さんのために働いてるよっていう姿をもっと見てもらえるように頑張りたいなと思います。はい、分かりました。泉さん、あの、あ、グーで、グーで、で、あと、もうぜひよろしければ、あの、多くの、あの皆さんたちに、はい、古賀チャンネルを通じて、泉さんから一言お願いします。古賀チャンネルをご覧の皆さん、古賀さんは絶対国会に欠かせない。
大事な方です。ぜひ皆様の応援でこれからも国会で働かせてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。